おはようございます。店長。はい。昨日は配達すみませんでした。え？ああ、いえいえ、そのことはもう。あの、本当にすみませんでした。できれば俺からもちゃんとお客さんに謝りたいんですけど。そのことなんですけどね、昨日の荷物、事前支払いが済んでしまっていたので、とにかく返金か再配達か伺いたくて、あの後も連絡を取ろうといろいろやってみたんです。コントロールセンターにも問い合わせてみたんですが、全くダメで。ダメ？はい、さっぱり連絡が取れないんです。届け先と依頼主が同じだったので、住所を調べてみたんですが、住んでいるのは違う名前の人で、品物についても全く覚えがないと言われてしまって。それってつまりいたずらってことですか？その可能性が高いですね。何のためにそんなことをしたのかは分かりませんけど。このまま何事もなければいいのですが、なんとなくすっきりしませんね。そうですね。仕事仕事。さてと、俺も仕事仕事っと。はい、はい、ではまたのご利用をお待ちしております。遊びに来たぞ。うん、お前らかよ。どうせ悪さするんだろうが、帰れ帰れ。青葉うざい。うーざー。
だよね、アオバ。お前ら走るな。あ、この。待って。あんたたち早く捕まえなさいよ。ああ。わ、お掃除、お掃除。お前ら！うわ、アオバが怒った。怒った。短気な男は嫌われるわよ。うるさい。この、こら！お前も！うるさい、うるさい。大人を怒らせると怖いんだぞ。ったく、いつもいつもいたずらばっかしやがって。ちょっとは反省しろ。ほんでとっとと家に帰れ。うっさい、黙れバカ。バカアオバ。あんたダサいのよ、いちいち。お前らな、いいから言うこと聞け。うわ！ああ、びっくりしました。マスター、無事で何よりです。え？マスターの声がしたので来ました。どうかしましたか？
いや、あの、多分人違いだと思うんですけど。人違い？俺、マスターとかいう人じゃないし。いえ、マスターはマスターですよ。だから違いますって。俺、あんたのこと知らないし。そんなはずはありません。僕は昨日マスターをここへ運んだクリアです。クリア！昨日運んだ？もしかしてお前が俺にライムを仕掛けたのか？いいえ、それは僕ではありません。ですが、僕はマスターがマスターだと思ったのでここへ運んできました。昨日、マスターの声が聞こえました。破壊と死。え？なんで、お前がその言葉。いっ、帰って。マスター、なんだか昨日とは違いますね。どこが違うかというと説明が難しいのですが、強いて言うなら顔も声もだらしないように思います。ひげひ、離れよ。再度お尋ねしますが、あなた本当にマスターですよね？だから違うって言ってんだろう。それはありません。そんなマスター、やめてください。はあ、やめてくださいマスター。これ以上はもう割れません。ぐっ、とにかく俺はマスターじゃないし、あと仕事あるから戻るんで。じゃ、僕はどうすれば。帰れよ。わかりました。手品師なのか？いえ、違います。先ほどもお伝えした通り、僕はクリアと言います。その手品師という方はどなたですか？いや、まあいいや、気にするな。ではまた。何だったんだ。店戻ろう。
お掃除、お掃除。はあ。久しぶり。水木さんに用っすか？うちに注文入ってたからさ、届けに来た。水木さん、今たまり場ですよ。そっか、じゃあそっち行ってみるわ。宅急便です。ああ、頼んどいたやつか。サンキュー。わざわざありがとな。お前んところ店ってマイナーなパーツも扱ってるから頼りになるよ。店長に伝えとく。この後はもう帰るのか？なあ。お疲れ。今から店戻るからさ、なんか飲んでけよ。じゃあお言葉に甘えて。なんか今日客少ない？そうだな。どうした？いや、ほら、昨日話しただろ、神隠し。ああ。あれのせいもあると思うんだよな、客減ってんの。みんな怖がって出歩かなくなってるとか？まだそこまでの影響は出てないだろうが、全体的に落ちてるっつか、空気がそんな感じ。なるほどね。あ
あの後また情報が入ってな。本当か嘘かは全然わかんねえんだけど。チーム拉致ってんの、やっぱりモルヒネだって話だ。そんなわけねえだろ。だってモルヒネは、モルヒネを見たってやつも出てきたらしいんだよ。どうせ注目浴びたいバカの出まかせだろ。そんなの信じるのか。だから本当か嘘かわかんねえって言っただろ。人から聞いただけだしな。とにかく今リブのチームはみんな襲撃を受ける恐れがあるってんで先立ってる。まあでも、モルヒネだろうとなんだろうとうちには関係ねえけどな。敵じゃねえし。だな。そうだ、なんか飲むか。あっち行こうぜ。これ前からあった？ああ、それ。いや、俺が尊敬する堀氏からもらったんだ。かっこいいだろう。神の腕前っつって有名な人なんだけど、店持ったりとかしてなくてさ、知り合い捨てじゃないと掘ってもらえないんだよな。一元さんお断りってことか。そうそう、ちょっと前に偶然この店に来て、その時にもらったんだよ。なんかやっぱ普通じゃないオーラを感じる人だったな。そんなにすごいなら俺も一回見てみてえな。お前掘らねえんだろ。うん。じゃダメだ。どうしてもと言うなら100万円になります。高っ、ぼったくりだろう。ん？もしもし。ああ、よかった、出た。おばちゃん。はい。私よ、私、ヨシエよ。どうしたんですか？もうね、大変、大変なのよ。あのね、落ち着いて聞いてちょうだいね。はい。タエさんが、え、ばあちゃんが？大げさなんだよお前たちは。
まったく大げさなんだよお前たちは。しょうがねえだろ、みんな心配なんだよばあちゃんのことが。俺だって。私はまだまだ元気だよ。それはよくわかってるけどさ。ちょっと動けなくなったくらいですぐ死んじまうみたいな扱いしやがって。いってて、蹴るなって。とにかく明日病院行こうな。昔は俺がよくおぶってもらってたんだよな。ん？いや、昔のことなんか思い出してさ。お前はしょっちゅう一人でどっか行っちまってたからね。一人で？そうさ、ちょっと目を離すとあっという間にいなくなっちまう。そうなんだ、全然覚えてない。寂しかったんだろうよ。寂しかった？なんで？お前が一人で出ていくようになったのは両親がいなくなってからだからね。お前もまだ小さかったからね、無理もないだろうよ。それが今じゃバカみたいに大きくなっちまって。そりゃな、この歳で子供の時と変わらなかったらさすがにな。誰もそんなこと言ってるんじゃないよ。ばあちゃん、昔みたいに俺のことおぶれる？元気なうちにチャレンジしとく？言うな、私を殺す気かい。冗談だって。ばあちゃん。なんだい。軽いな。うるさいっつんだ。いて。
水木。もしもし、水木？青葉か。どうした？あ、いや、特に用ってわけじゃないんだけど、なんか話がしたくなってさ。なんだよ、昨日も会ったってのに変なやつだな。いや、元気かなって思って。もちろん。なんでだ？昨日会った時、ちょっと元気ねえなって思ったから。ちょっとだけだけど。心配して電話してきてくれたのか。ありがとな。でも大丈夫だ。本当に？ああ。そっか、じゃあまた今度ゆっくり話そうぜ。あれ？開いた。やばすぎるだろ。中にばあちゃんいるのに。何かあったらどうすんだよ。じゃ、こりゃ。泥棒！人の部屋で何やってんだよ！
おかえり。はあ、誰だよお前、なんで俺の部屋に。スカサ、おい勝手に触んな。この中のデータさっぱりわかんねえんだけど、どうなってんだよこれ。ここに入ってるオールメイトの改造プログラムも複雑だし、あんた一体何なの。知るか、いいから出てけよ。なんださ、俺のこと知らねえの。は？知ってると思うんだけど。全然知らねえし、人違いだろ。この度はお越しいただき至極光栄。それでは楽しいゲームを始めよう。これでもわからない？演出としては結構面白かっただろう。宛先間違いの宅配便とか。お前あの時の辻斬りか。しかも宅配便って、うちに発注したのもお前か。ああ、いろいろ調べたらあんたがあの店で働いてるって分かったから、あんたに来てもらおうと思ってね。別に金は払ってたし、そっちの店としては特に損もしなかっただろう。そういう問題じゃねえよ。つかあんたさ、前もそうだったんだけど、俺とライムやった時何したんだよ。何の話だ。とぼけんな。どうやって俺に勝ったのかって聞いてんだよ。勝った？だんまりかよ。なんか言え。違う、覚えてないんだ。あのライムの時、最後は結局どうなったのか全然覚えてねえんだよ。そういう逃げ方するんだ。実力行使だ。あんたにはこっちの方が効きそうだしな。話せよ。つかさ、本当に覚えてねえの。覚えてねえよ。あんた、もう一度ライムで俺と戦えよ。ああ、ライムとか知らねえし。
言うのか。だったらあんたの大事なもんを壊す。あんたが何を大事にしてるのか知ってるぜ。ちゃんとな。なあ、少しは人の話聞け。俺は別に白切ってるわけじゃねえんだよ。お前に勝ったとか本当に覚えてねえし、ライムのこともよくわかんねえんだよ。だからうるせえよ。いって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 。腕の一本くらいなくたってライムはできる。腕折られたくないなら戦えよ。のことで話しに行くってメールしただろう。んなことよりてめえ青葉から離れろ。お前らやめろ。お前たち！全員下へ行きな！今すぐにだ！
てって。まさか僕までお商売に預かってしまうとは。アオバ、ちょっとこっちへ来な。へいへい。持っていきな。飲み物は全員茶でいいだろ。はいはい。あ、そうだばあちゃん。なんだい。もう起きても大丈夫なのか。腰は。見りゃわかるだろ。くだらないことを聞いてないでさっさと行きな。人間腹が膨れりゃ怒りも自然と収まるもんだ。とっとと食っちまいな。やっぱり作ってたのってこれか。匂いで分かったぜ。タエさんのドーナツは格別なんだよな。いいから早く食いな。食うなら食う、食わないなら食わないで、はっきりしな。そうだろ、そういう食べ物だよ。だとしても甘い。無理して食わなくてもいいよ。食べないのか。うまいぜばあちゃんのドーナツ。食べますよ。早く食えば。はい、食べます。あれ？お前、もしかして今食べた？はい、食べました。おいしいです。あ、神業だろ。
なんかよくわかんねえことになっちまったな。まあそうだな。それはともかく水木のことだ。連絡取ったか？それか会いに行ったりとか。ああ電話した。大丈夫だとは言ってたけど、やっぱりちょっと元気がなかった感じがするな。そうか。水木に何かあったのか？いやな、水木が変だってお前にメールしただろう。あの時うちのチームの奴らとドライジュースの奴らが少し揉めたんだ。その場に水木もいたんだけどよ、あいついつもならそういう時は絶対仲裁に入るだろう。なのになんか上の空でぼーっとしてる感じで、喧嘩も見てるだけで止めようとしねえんだ。結局俺が間に入ったんだけどな。どうも水木の様子がおかしいと思ってよ、大丈夫かって声かけたんだよ。そしたらほっといてくれって睨まれてよ。水木？ああ、あいつらしくないっつうか、何か思い詰めたような顔をしてたんだよな。思い当たることねえのか？あいつが最近悩んでたこととか。この前水木の店に行った時に神隠しの話が出たんだけど。ああ、あのリブのチームが丸ごと消えるってやつか。そのことを結構気にしてた感じだったな。確かに最近神隠しにあったチームがいるって話は聞いたが。モールヒゲ、モールヒゲ。こいつ、あいつの。おい、クソ坊主、今の盗み聞きしてやがったな。別に聞かれたら困るような内容でもなかっただろ。てめえ、神隠しとかリブなんて今時流行らねえし、とりあえず盛り上がるイベント起こしとけって感じなんじゃねえの？だと。おい、あんまりなめたこと言ってんじゃねえぞ。実際に戻ってこねえ連中だっているんだよ。知らねえよ。怖えならリブやめりゃいいだけの話なんじゃねえの？この野郎。てめえ、名前は何だ？先に名乗るのが礼儀だろ。てめえみたいなのに礼儀もクソもあるか？なら聞くなよ。ちょっと待った、あんまり険悪になるなって。こっちは紅雀、お前は？ノイズ。ノイズ！てめえみたいなのは虫が好かねえ。
別にあんたに好かれようなんて思ってない。やろう。そこまでだ。喧嘩ならよそでやっとくれ。うるさいったらありゃしない。すまねえ、タイさん。おい、どこ行くんだよ。帰る。お前らも食うもん食ったら帰りな。ありがとうございました。それではマスター、さようなら。あ、ちょい待った。はい、何でしょう。また会うかどうかともかくとして、もし月があったらその時は普通に入ってこいよ。普通とは。空から降ってくるとかベランダから入ってくるとかじゃなくて、ごく普通に玄関から入れってことだよ。空とベランダはなぜ行けないのですか。どう考えてもおかしいだろうが。つか、びっくりする。心臓に悪い。心臓に悪い。なるほど、わかります。ここにあるハートのことですよね。あ、まあそうだけど。マスターといると勉強になります。ありがとうございます。そうか。ではまた。おう。何なんだあのガスマスク。俺もよくわかんねえ。知り合いなんじゃねえのか。知り合いつうか違うと思う。やっぱよくわかんねえ。おいおい、しっかりしてくれよ。さっきは悪かったな。つい熱くなっちまって。タイさんにもちゃんと伝えといてくれ。さっき謝ったし大丈夫だろ。あとお前の部屋で暴れちまったことも悪かった。なあ、まあしょうがねえし。お前があそこまで怒るのは久しぶりに見たけど。俺ダメなんだよ、ああいう折れることを知らなさそうなやつ。つか今思い出したが、あいつライムのチームやってるだろ。ライムの。ああ、確かラフラビットって名前だ。前にうちのが向こうのチームメンバーと喧嘩沙汰になって、その時にあいつを見た記憶がある。あいつも俺がリブやってるの知ってたっぽいし、多分そうだろうな。考えれば考えるほど胸クソありな。ライムにもチームとかあるんだな、知らなかった。チームができ始めたのは最近らしいけどな。つっても効率よく情報を集めるために組んでるようなもんらしいぜ。味気ねえよな。
まああいつのことはともかく、瑞希は俺もサポートできるようにしておく。お前も何か分かったら連絡くれ。なあ、じゃあな。そう。ジャンクショップ平凡です。もしもし、特攻特攻だ。相変わらずダサい店ね。またお前らかよ。お、青葉だ。青葉、相変わらず冴えない顔ね。お、目標発見。お前ら俺にぶら下がるなっつーの。ノイズ。よう。ちょっと、客なんて珍しいんじゃない？客だ！客が来た！よし、目標変更！客に向かって突撃だ！ちょ、おい、お前ら！
な。暴れる女は可愛くないぜ。お前、年端もいかない女の子に何やってんだよ。何が？だっていきなり手にチューって驚くつか引くだろ普通。別に変なことじゃないだろ。いや、十分変だから。ん？お前。なんだよじゃねえよ。いきなり何すんだよ。何ってキスだろ。はあ？普通男にキスとかしねえだろ。もしかしてそっち系？は？
つかお前、そもそもなんでここに来たんだよ。あんた、俺のチームに入れ。は？チームってライムのか？そうだ。絶対嫌だ。じゃあ入るって言うまで毎日ここに通う。昔やってた時は強かっただろ、ライム。またやれよ。やってねえし、人違いだろ。まあ、今日の本題はそこじゃない。今日はこの店の前であるんだよ。何が？ライム。ライム？この辺りが今日の雨水の発生ポイントだ。俺らの予想は9割方当たる。行くぞ。え？いいから来い。おい話せよ、店番が。うるさい。この辺りだ。それお前のオールメイトか？そろそろだ。言った通りだろ。おお。あんた出てみなよ。だから嫌だって。これでもか。お前さあどうする。
よう。紅爵。アオバ、今日はどうした？また配達の途中か？なんでお前がここにいるんだよ。あんたに説明する必要はねえな。ライムか。そっちこそわざわざなんだよ。筋肉バカのリブが参加したってライムじゃ秒殺だぜ。だと？てめえ！やめろ。ガキがあんまり調子に乗るなよ。言い過ぎだ。事実だろ。調子に乗るなっつってんだよ。知るか。てめえと話してると本気でライムが嫌になるな。いいんじゃね。リブに好かれたいとか誰も思ってねえだろうし。二人ともちょっと。だいたい今時力とか拳とか古いんだよ。ダセえな。頭ん中だけで戦ったって得るもんなんざ何もねえだろう。ただの現実逃避だ。筋肉だるまは考え方が硬い。話になんねえ。おい、頭でっかちのもやしには言われたくねえな。もやしじゃねえし。そうか、俺にとっちゃ十分もやしだったがな。お前ラフラビットだろ。ムジナのライマーチームの。最近はこの辺まで出しゃばってきてるみてえだな。ライムの予想屋とかやってるらしいが、そんなことでみみっちい金稼いで喜んでんじゃねえよ。取引だ。この地区にも俺たちの情報を欲しがるやつが山ほどいる。だから取引も成立する。あんたらとは頭の使い方が違うんだよ。ここらで一発蹴りつけとくか。くだらねえけど、あんたのことは気に食わねえ。潰してやるよ。